レディーファイン。俺は延長でもかませるぞ、生は引き金だわれっこ、 Yeah Yeah。 アイスバンドサンプリング、タンブリーゴみたいサンプリー、俺はまるでそう、バースにしっかりと込めてる自分の感情、 Like is gamble、 常に俺はそう、ヒップホップで感情しっかり伝えてく、 Yeah。 俺のラップ、あんたと比べてる暇はね、 I be one じゃなくてレコードサーブ、おまけそう MQ で名はサブだ、要はマイクで沸かすか分からすか、声はカラス、羽ばたいたカラス、別にいいぜ、yeah。 上げる喉の調子、男同士今宵 All eyes on me、 yeah。 男同士、yeah。 想像通りのラップは絶対したくないから、俺はこのシーンを書いた超本人だと胸を張って言えるように、てっぺんまでトントン拍子で俺は進んでいくぜ、 yeah。 サムさん、あんたにつまずいてる暇はねえんだ、もっと上に行かなきゃいけねえ、だからつまずくことなく無我夢中でクラブ中を光沸かせてきたんだ、いや俺は想像通りにトントン拍子行かなかったから、暴走行為を重ねたまんま重ねた走行距離、そして東京の地、そしてとうとうキングの位置を狙いに行く、お前も言ってたな、2代目モンスター、俺の前目が3代目になった、じゃあ負けてらんねえな、いやあいつに負けてらんねえ、お前らついてこれる準備できてんか、いや、yeah。 車線変更、フォークスさんの惰性説教、俺はいつでも追い越し車線、今日のチャンピオン俺お似合いだぜ、右から左、ただライブを吐くその意味、そのディスより確信をついてこい、渋谷ビジョン俺についてこい、yeah。 ただライムは吐いてるだけじゃ何も残らねえ、俺が求めてるとこそこじゃねえ、どこまで言葉で底上げできるか大人げないぐらいやってきたぜここまで、わかるか、どう乗ってるかだ、知らねえ空気の乗っ取り方、それだけを証明してやる、わかるか、どっちが興奮してもっこりかだ、Yeah、 浴びる照明、俺のスタイルはいつでも挑戦、スクリューみたいに照らしたサーチライト、始めようぜド派手なパーリーだ、Yeah、 おとなしくするのが大人なら、俺はクソガキのまんま上書きしてやるぜ、俺にいいしかない、それが褒めどころ、栃木の顔って俺のこと、いや、アイスバーのフォークとは俺のこと、お前のこともお手の物、いやいや、パーティー内で騒いでる勘違いたちに教えてやる、俺の段違いのパンチライン、まるでダッチワイフと生身の女ぐらい気持ちよさが違うもんね、どっちがナバー分かってんだろ、俺の名は、あ？とうとう来たな、この時が、昔のスターも今じゃ追いぼるじゃ、さすのはとどめ、己を呪え、神秘な壊滅、今日から落ちこぼれ、言いたいこと言ってなさすぎ、俺は言わしてもらうけど、お前は腫れ物、厄介者、起こしまくる不祥事、どれの契約でも売れ残り不良品、お見事、言いたいこと言うのがマイク、お前の道理、俺は織物、厄介者、粗大ゴミ、そんなもんだぜ、それでも粗大ゴミが怖い像にならないぜ、自分自身弱いのに怖いのに、マイクフォン使って何ができるのか、それこそヒップホップのお前も知ってる醍醐味、じゃあ意味の分かんないやつが言われたくねえんだったら、お前がパンチライン生み出してそんなチンケだ、俺が引退するとか言ったのに出てる、それがチンケだって言ってんだよ、映ってね、映ってこねえ、おめえの人生、俺は真剣、俺みたいなバイブスでラップしてみ、ひがみネタ見とみにさらにそれにドレミファ、すべて超えた俺が俺ら今ここに来た、ひがみネタ見とみに俺の言葉君の耳の中に頭から流しながら、これが俺のやり方で、2年前の俺ではねえんだよ、新兵たちを歴史に残せんだよ、ふざけたことばっかり言ってんじゃねえんだよ、お前よりも絵の中に言葉入っているぜ、目の形明るい未来は、クレジーなベロならばそこ回ってるから、またハッパじゃねえ、またもバイされたグガルパンザサード、50万ならば掴むわちゃんと、いえそういうことから、またも揺らすクラブからローチ、またもや手巻きで巻くし女神を抱くし、小籔よりかもべしゃりの達人、いえどこがべしゃりの達人か知らねえ、見えねえな、タクシービートの上だけでマイクにタクシー、ワックにぶち込むライムとワクチン、え分かってねえ、俺のバイブ見て何を感じたんだよ、前は胃の中、あげろ白旗飲み込むライム、俺の胃の中、何度目だ知ったこっちゃねえ、チャンピオンベルト何本目だ知ったこっちゃねえ、ちゃんとその目が決めてくれ、どっちがオメガ、どっちが似合う日本天皇陛下、俺のライバー転校生かマイカポンチェか、俺に言わせりゃ下手、全ては結果ハイヘイター、帰ってきたぜ新ペイター、ベベベイベー、
罰さ、この九段下、日本国旗の下、あんたは手を挙げる天皇陛下。俺はそんなことよりも地下の現場でヘンズアップ。ヒップホップってやつは洗脳されない。メディアの中でどうのこうの動くようなチームワークよりも今は内から湧くこの感情、吐き出す愛が大事、それは分かってる。第3次、第2次は終わって、今第3次だぜ。さあ3210でも消えねえよ、どちらがジエンドでイミテーション、知らねえよ。お前はパーフェクトだけど俺はずれたスネアハイハット、ここで鳴らしに来た。東京って世界は意外とアダルト、チャチな言葉のままごとはファコ、余裕で汚しに来たぜ渋谷アスファルト。Yo, 渋谷アスファルト。 Yo, 俺もライブ一つだけここに持ち込んだ。日進月歩やイミテーション、ゴッパ使う怪人21面相、つまり自由自在。俺もコンクリートよりはこんなビート、俺はサディストなアーティスト、ナミ D みたくヨセビトのリリシスト。トランスフォーマーライカ最後の騎士よ、前が佐々木浩二郎がいんの神の申し子みたい、踏み合いする一旦どいて、どっちがすごいか耳かっぽじれ。では火をつける赤い炎、どう見てもラップの腕はかなりのもの、外せラジカセ、肩にラジカセ、地球は自分たちの足で動かせ。Yeah, 地球儀 What is a beauty? ラップが宙にだぜ、アウシュピューリッツ、真っ赤な火をつけてんのさ、白旗の真ん中と同じように。 Yeah, サムインマン、ここ息の根止める、こんなラップ聞いたら耳もげ取れる。 What the fuck? そんなもんだろかすか、あ、手にならねえ SAM。 よ、かぐや姫、俺目の前だったらまずは死ね。よ、お前が言った頭の回転でも、次会う時は墓場の前で。抜けたラップ、どっちができるか証明してんだ。昔から仲良くしてるインパークと決勝で当たる約束をこっちはしてんだ。友情ごっこ持ち込んでんじゃねえよ、ヒップホップもっとチビドロだぜ。チビドロ持ち込まない友情ごっこ、刺激する鼓膜の G スポット。色気やセクシー、それが足りてね、優等生。ラップは汚れてなんぼ、だからこそ味があるよ、チェックラッチャー。この程度の言いを連打しても意味がないよ、勝利をギリギリなビジョン、リミリミ前も右に左も、123仕事生きるプライドは、それが大事なんて言うのせ。才の心を持ち合わせる強制と地面にもの見せる、出るとこ出る、打つライカエケポジセブン。俺なら見せてく最新テク、イニミニマニも右に左も、俺が戦国の切り込み隊長。ぶつかるような感覚出せ、まあなんでもいらんらい相手にならね、もう一回言っとくぜ切り込み隊長、頭の容量は 1GB。 人体実験が集中し良心、もしくは空飛ぶ宇宙飛行士、敵と遊ぶだけ言っとくぜ、もしくはビッセルって地元聞いてスモーク王子。あ、そんなようなバイブ飛ばして終わり、またこれいつもの通り、渋谷のハーレムすら水も滴る、今日は俺様キングの椅子をいただく。突然水が滴ったのは一体なぜなのか教えてほしい、ネタの疲労で気が済んだ、俺こいつには勝てる気が済んだけど、だってほぼ昔の俺だもん。別にいいけどコーラとかも頑張って、これ応援歌、この大喧嘩もらう。はいはい、俺はそう、じゃあ首切ります、うちはサスケみたいにやる、出た出た最後に、ぐにょ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 って言い踏んで、こいつ最後のパスマックしたてるけど耳かさんでいいから、そんなことは誰でもできんだよ。バチッタ医療法違反、素人以下、もうそろそろやめるよインド漁師マン。何がインド漁師マン、フロム045シロゴの言わすぎる、死の子の言わず、死のコロシアムで人殺します、yeah。
それがやり方。お前この場所に来て遅れんなってことしか言ってないけど、それが確信。笑わせんじゃねえよ、おめえのディスはそんな浅はかで終わっていいのかってブ。戦いの意義は征服することじゃなくて大切な人を守ること。だから毎名相手しない隠し事、あらやっぱりリックを書く仕事。いや、yeah.それが分かってる。お前にしっかりと突き刺すライム、それができるかもしれない。遺伝子を毒顔にかける、ライムから独特の香りが出る。間違いはないぜ、俺もあのリリックスには食らってる。だからそれをこの場所で食ってる。1億する墓石を建てようが、安くても生きてりゃこっちのもんじゃん。それは知ってる、お待たせ登場、お待ち遠さま言ってるような感じだぜ。様変わりするシーンから俺は何を選ぶか、このマイクで今日は1位かっさらいに来たのさ。負けちまったよじゃんけんポンに、だけれどバトルは完全勝利。お前ならやる？いいんじゃんほい、残念死んじゃうボーイ。Yeah、何が王様か知らねえ、俺の方が王様。客の多さがちゃんと証明して、お前は王さをしてる。残念だった。可愛い声してるけど大人顔負け、こいつのソウルフードお子様カレー。 Yo yo キッズメニュー、もう悪いけど今日はキッズメニューで、多分こいつは肌は敏感、うん、今日交通手段多分ベビーカー。 Yeah yeah、 早帰りな、はい、10時まだ過ぎてないけどお尻全部したのか。人間としてじゃん、別にアマテラス、アマテラスです。さっきからガタガタ言ってんじゃねえよ、豊洲ピットが自分の街、こいつさっきからずっと待ってるだけ。豊洲ピット、ベーター、ペーパー巻いたところでドンペリヘネシー、豊洲ピットが名刺。名刺残さず名刺、明治ダメージ与える子飛ばステージ、わかるかなお前はステージの迷路、首元キャッキリフレディかジェイソン。格が違う、言葉の先がまず見てみたい、何度も言うキャスは一致団結、神様インジンの必死なんです。必死か一致かフィッチかスイッチでこっちにピッチ、でも今日楽しんでるアウィッチ。確かに格は違うけど格が違う、格下だろうが格上。いやさっき言ったら野口樋口、今日も着こなしてるグッチ。俺も好きだぜエミネム、 We I am、 体張ってみろよな、フェイタミタク、絶対に勝つ、今日は言いたい、最後も最後だから結果に出す。いやそこまでは踏ん張る、自分自身何もテンパる、先の予定もない、別に時計も気にしちゃいない、余計なこと気にしてるマイマインドだったらバイバイしてるぜ。 Yo E を逆に変えてやる、すごく NICE LIFE MIC に全てを込めてるぜ。 E の2倍気持ちいい、 E イコール EMC の2乗、それが俺以上言いたいことはあるぜ、異常気象ぐらい熱くさせる、俺はボルケーノ新兵だその程度、そんなハゲがねえ登るゲート、さらにその頂上まで突っ走る破るバリゲート。 Yo 異常気象ってよりはもうちょい鏡見て自問自答して、昨日以上お前を見せないと意味がねえな、シンペーター。お前の最後の最後って言葉は誰も信じないから大丈夫だ。それよりも言いたいことがあるのは後ろのお兄ちゃんの方だぜ。お前前ライブで一緒になった時、シンペーターはクソ MC だってマイク通して言ってたよな。その割には組んでんだ、クソダサすぎんだろそういうスタイル、マイク持ちながらイン踏んでみねえお前さん、期待した通り仲良しててねえお前ら二枚舌同士、なんだってありさ、その言葉の先、お前じゃまだまだ勝てないレベルにいる、知るかわからないけど追いついたやっとこのステージ、エミネムがどうこう全く関係ねえ。いや俺はお前なんて怖くねえ、ノットアフレイド、俺はエミネムよりかももっと危ねえぞ。 No No 俺は梅田の看板を背負わない、以外ここには立たない、大阪と仲間を出る以外このマイクは握らない、俺はそれが生きがいになってるから、言いたいことは言いたい、引退はしねえが一線は引く、売れるために俺は上に行く。間違いねえ、お前よりも高いとこにいるかもしれん、まがいものまたいだろ、またいどころが来てるぜ、白線は引かなくなった、内側でぶちかませるから大丈夫。お前らの歩道橋と熊谷のストリート、どっちもあっち叩き上げ、フェイクとトゥルーツのミックスジュースだぜ飲めよ。さっきまでのキャラを守るよ、期待外れイライラすんぜ、いや年下のやつにだけ凄んで、俺にはない、お前のノリは喧嘩腰わかる、お前は喧嘩売るけど、まるでこのライム天下ふぶさせる、お前の枕元に千バズル、ごめんなさいナムアミダブツ。 Thank you.
じゃあこの辺でメンチ切る。お前のラップはレンジでチンの3分間あまるでレトルト。年上こっから俺が下克上。わかりますか、これが戦国。マイクを持ったら桶狭間。早いとこマイクを置けバカか。何勝つのはやっぱ俺様だ。いえお前ねできない桶狭間。俺がライカ織田信長。お前はオラの村があって騒げ農民だ。まるでお前の家焼き打ちする感覚まるで延暦寺。もしくは俺このまま現場主義よ。弦担ぐよりも千羽鶴。お前に捧げるバイバイ。ここで敗退終了。